ポケットバイクレースポケットバイク通称ポケバイトは1970年代に日本で誕生したミニチュアサイズのオートバイのことである。当時の商標登録上は4インチサイズのホイール、タイヤを装着し、ホイールベースは 680mm 以内のリジットフレーム構造のバイクとして定義されていた。この規格に基づいてポケットバイクのレースが行われているが、現在は 将来のステップアップを見据えて、サイズが拡大された車体によるレースも行われている。小さな車体は子供でも容易に扱うことができ、日本でキッズモータースポーツの入門カテゴリーとしてブームとなった。全国で多くのポケットバイクレースが行われるようになり、その中からロードレースのワールドチャンピオンが多く誕生した。 ポケットバイク出身の GP ライダーとしては、青木信厚、青木拓馬、青木治親の青木三兄弟や青山修平と、青山博和の青山兄弟、宇川徹、加藤大二郎、小山和義、高橋祐希、中野真也、原田哲也、松戸寺果樹などが有名である。これにより近年は、ヨーロッパやアメリカなど世界にも広がった。なおポケットバイクは、 道路運送車両法の保安基準を満たしていないため、行動上での走行はできない。オフロードタイプのポケットバイク。ありがとうございます。